こんにちは。SNS 集客専門家の田尻彩子です。この動画ではですね、無能な人間が無能な状態から抜け出すための方法について話をしていきたいと思います。で、最近切り抜きのですね、ひろゆきさんの動画がよく YouTube に出てくるなと思って見てるんですけれども、で、ひろゆきさんがおっしゃるみたいに、あなた無能なんだから諦めてくださいっていうですね、それもいいと思うんですけれども、諦めきれなかった私の話を少ししたいなと思います。で、私自身は生まれつきのですね、もともとの能力が無能だと自覚しています。なぜならば周りの人が当たり前にできることができなかったり理解できることができない。例えば学生時代アルバイトをしたりとかで、学校卒業後にですねお仕事をしたりした時に明らかに他の人たちですね同僚は育っていってで仕事を理解していくのに私だけ理解できないと。で、なんでみんなこんな難しいことを当たり前に理解してるんだろうっていうですね疑問がありました。子供の頃から薄々自分が人より劣ってるっていうことは理解してたんですけれども、ある時にですねもうそれを受け入れざるを得ないと思いました。仕事ができないことで例えば私にだけですね、監視の人がついたりとかで、間違いを逐一チェックをしていく。で、すごくですねその状況って仕事してるのが辛かったんです。なぜならばもともと私間違う人間なんですけれども、そういうふうに人から監視されてるチェックされてるってことを思うことで余計に間違いやすくなってしまったり、あとは他の人のミスなんだけれども、私がですねこう間違うイメージっていうのがついてるので他のミスも私のせいにされたりとかっていうことがすごくこう職場にも居づらかったし、で私自身もですね能力低いくせにプライド高かったりとか負けず嫌いだったのですごく嫌だったんですね。でその時に決めたのが3倍努力の法則です。私は能力が低いと。なので人の、3倍ぐらいやってみたらどうだろうか。3倍やってみたら他の人と同じぐらいの成長スピードで仕事を覚えることができたんですね。なのでもう私は人の3倍やって当たり前だっていうふうに決めました。でこれがですね実は今思えばすごくよくて、でなぜいいかっていうとこの3倍努力を続けていくとですね他の人と同レベルで仕事ができるっていうだけじゃなかったんです。実はこれが長いスパン1年2年3年っていう風に長くやっていくことでですね実は能力が劣っていたはずの私が優れた人を抜かしてしまうということが起きるようになったんですよね。でこれは知人の美容師さんもですねこの話したらすごくわかるとおっしゃっていただいて、でその美容師さんの世界でもやっぱり器用な人っていうのが最初の1年目2年目ってガーって伸びていくそうですね。ただ長いスパンで見た時にすごく結果を出してる美容師さん、うまくいってる美容師さんって実は不器用だけど地道な努力をしてきた人だそうです。最初の1年は器用な人がガーって伸びていくんだけれども、その後の3年4年以降はですね不器用だけど努力してきた人が伸びていくっていうことをおっしゃってました。でそういう人が、店長さんに早くなったりとか独立したりとかですねっていうのをしていくそうです。生まれ持った能力が低い人間でも部分的に有能になれることは可能だと思うんですね。なので今の無能状態、人からバカにされるとか仕事で結果が出ないっていう人はですね人の3倍の努力を標準化するということで、でそのやってることに対しては能力がですね発達してくると思います。でそういうことをたくさんたくさんいろんな経験をしていくとですね意外と新しい分野の仕事をした時にですね過去の努力した仕事の経験っていうのが生きてくることがあります。私で言うとこういう風にですね成功法則とかマーケティングの話をしてるんですけれども、でこれは例えばですねその喋るっていう経験も過去の仕事でしてきたんですね。あとは勉強するためにたくさんの本を読んだりとか、あとはそんな風に過去自分が努力してきた点ですね、この点がたくさんあると重なり合って線になって面になって、そして仕事上で生きていくとか人間関係で生きていくっていうことがあると思うので、自分は無能なんだと、でその立ち位置に気づくことは大事なんですけれども、そこから一生抜け出せないっていうことではなく、ちゃんとですね努力をすることで変わっていけると私は思っています。で本当にですね自分が今無能で良かったなって思うのが、例えばもともと器用な人ってですね仕事を早い段階で辞めていっちゃう人とかがいたんですよ。でなんで辞めたのって聞いたら、うまくいかないっていうことは向いてないと思ったそうです。それで辞めてしまったっていうことだったんですね。私の場合だとうまくいかないと思っても何も思わないんですね。なぜならばうまくいかないっていうのはいつものことだからです。何かこうチャレンジした時にもしかしたら器用な人はですねくじけてしまうのが早いかもしれないんですけれども、無能人間で努力を標準化してきて、で自分は無能だと、もうコケにされて当たり前だと、できなくて当たり前だと、
てもうできないのはいつものことだから、じゃあ今から努力したら OK だよねって思う人の方が長いスパンで見るとですね、すごく強いと思ってるんです。なのでぜひ自分がですね、能力的に劣ってるなって思う人は、まあ、3倍でも何倍でも2倍でも5倍でもいいと思うんですけれども、やっぱり能力が劣ってる、でも夢を叶えたいとか成功したいと思うんだったら、まあ、努力するぐらいしかないですよね。なので、まあ、そういう意識でやっていくとですね、変わっていけるんじゃないかなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録をお願いします。